の SOS いただきました。主人公あかりはお客さんの違和感を見逃さない。その雑誌買っちゃったらあなた終わるよ。今癖強いなと思った？えぐ。お客さんを助けるためバイト仲間たちと立ち上がる。コンビニ店員はお客さんのヒーローだから。何がハラスメントだ。バカなのに泣けるエンタメ爆盛り。ちょうだいな。私たちはコンビニヒーローズ、悩みを抱えたお客さんの味方です。